アメリカンドリームという言葉がありますから、日本でもアメリカに憧れて旅行に行ったり、留学しに行ったり、ましてや移住なんてクレイジーなことを考える人もいるじゃないですか。今回はそんな人たちが抱いている幻想を容赦なく打ち砕いてくるアメリカをネタにしたミームをいくつか見ていこうと思います。Amazon tried to test drone deliveries in Stark, Florida. This was the last thing the drone saw. Amazon がフロリダ州スタークでドローン配送のテストを試みた。これがドローンが最後に見たもの。ビール瓶を夫婦揃って投げつけてくるってやばすぎだろ。自国の技術の進歩を国民自らサボタージュしてどうするんだよ。先進国っていうラベルに騙されちゃダメだな。先進国イコール技術度が高いであって、先進国イコール民度が高いではないってことだ。When you always save the world. いつも世界を救っているとき。But only in movies. ただし映画の中でだけ。ハリウッド映画見てアメリカすごいって思うのは時代錯誤ってことだな。アメリカが世界を救っていたのは半世紀以上前のことだからね。最近はもうアフガン戦争だったりイラク戦争だったり、問題を解決するより起こす方が多いもんな。No one. 他には誰も。Meanwhile in Florida, Florida man claims he only drank at stoplights and not while driving. 一方フロリダでは、フロリダの男性が飲酒は信号待ちの時だけで運転中にはしてないと主張。とんだへりくつ。っていうかそれ成立しないだろ。だって英語で飲酒運転は一般的に drunk driving。正式名称は driving under the influence。影響下での運転だぜ。どっちでも運転中に飲むことを禁止してるんじゃなくて、アルコールで酔っ払いながら運転するのを禁止してるってわかるでしょ。どういう理論を使えばこの理屈にたどり着くんだ？ You're in America, speak English. あなたはアメリカにいる、英語を話しなさい。It's ironic. 皮肉なものだ。確かにね、もともとネイティブアメリカンの言語があったんだから、移住民の子孫は英語を強要できる立場になんかないよね。って最初は思ってたんだけど、この皮肉って二重の意味だ。この文正しくは You're じゃなくて You are じゃないとダメだもん。英語がまとめにできない奴が英語を使えなんて言ってるんじゃねえよ。あれ？ちょっと待って。これ三重の意味があるんじゃないかって思ってきた。もしかしてそういうことを言う奴をバカにするためにこのステッカーをつけてある？まあだとしたらそれは皮肉じゃなくて風刺か。頭痛くなってきた。The age of the United States. アメリカの年齢。The age of a soy sauce company in Japan. 日本の醤油会社の年齢。アメリカが今年で246歳。一番古い醤油会社は449歳。たったの200年くらいでこのガタイの違いよ。さあ、ここでその理由について迫る問題です。日本の醤油会社にはあって、アメリカにはないものは何でしょう？答えは、カルチャー。Americans naming cities。都市に名前をつけているアメリカ人。Europe。ヨーロッパ。New city name。新都市の名前。New つけてるならまだいい方だよ。そっくりそのままコピペってのがあるからね。例えば、オハイオ州のアテネ。ウィスコンシン州のベルリン、テキサス州のパリとか、なんならミズーリ州にはジャパンなんてところまであるからね。もう少し工夫して東なんとか西なんとかみたいにできなかったのかね。See this here? He's turning right on a red light. これを見てください。赤信号で右折している。This is America's only contribution to Western civilization. これがアメリカの西洋文明への唯一の貢献だ。何が貢献だ？鉄道をまともに作れなかった連中の悪あがきだろ。あいつら自動車こそ文明の証とか言ってるんだぜ。冗談じゃない。一度東京に来て住んでみろ。どこにでも1時間以内に自分のインプットなしに行ける生活を体験してみろ。そしたら鉄道がどれほどより文明的かわかるから。続いてはこちら。イギリスとアメリカを比較したミームですね。Invent a new sport. Spread it around the world. Be bad at it.新しいスポーツを発明、世界中に広める、下手くそになる。Invent a new sport. No one else wants to play it. You're the world champion. 新しいスポーツを発明、他に誰もやりたがらない。自分だけで世界チャンピオン。多分アメフトのことを言ってるんだろうけど、ひどいのはそっちじゃねえぞ。アメフトはアメリカ以外にも結構人口いるし、日本が世界チャンピオンになったことも数回あるから。何がひどいって野球のワールドシリーズだよ。
野球はアメフトと違っていろんな国でもプレイされてるってのに、ワールドシリーズに登場するのはアメリカだけ。よくてカナダも。何がワールドだ。続いてこちらは、Australia vs. US Language Differences。オーストラリアとアメリカの言語の違いと、英語の方言の違いの例を紹介しているミームですね。まず人はオーストラリアだと Bloke、アメリカだと Man。台風はオーストラリアでは Cyclone、アメリカでは Hurricane。エレベーターとショッピングモールはアメリカ英語からの外来語のようなので一緒ですが、オーストラリアではそれぞれ Lift とショッピングセンターとなってますね。そして国民皆保険は、オーストラリアだと Universal Healthcare ですが、アメリカだと、毎度言われてんじゃん。今回でアメリカをいじってるミームを紹介するの4回目ぐらいだけど、毎回出てくるな、保険がないっていうネタ。アメリカは国の保険がまともじゃなくて、たとえ民間の保険に入ってても契約してない病院ですとか、適用外の治療ですとか言って医療費が自腹になることが結構あるんだよ。だから事故に巻き込まれたら死ななくても人生終了。何がアメリカンドリームだ。アメリカンナイトメアの間違いだろ。最後はこちら、ツイートですね。 Maturing is not wanting to move to USA anymore and being thankful you're not born there。 大人になるとはアメリカに移住したいと思わなくなること、アメリカに生まれなかったことに感謝すること。アメリカってメキシコとの国境に壁作ったけど、お金の無駄。東南アジア人が日本に出稼ぎに行きたいって思う時代が終わったように、ラテンアメリカ人がアメリカに移住したいって思う時代は終わったんだよ。どうしてもお金使って何か作りたいんだったら、メキシコからカナダへつながる高速道路を作ればいいよ。最近日本脱出っていう言葉が流行ってますけど、脱出先にアメリカを考えている人は、自分でもアメリカをネタにしたミームを探って、もう一度考え直してみてください。アメリカって一般的に思われてるほど素晴らしい国じゃないですから。アメリカからの帰国子女を信じてください。僕が信用できなかったら、インターネット上にいくらでもあるミームを信じてください。ということで今回は以上です。それではまた。